どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ、マサニーでございます。さあ、今回の動画はですね、最近、皆さん、最近古着の高騰が止まりません。これは問題ですよいや、ほんとね、まあ、近年もちろん仕方ないと思うんですよ。円安の影響、そして、アメリカの物価高の影響があったりして、アメリカで買い付ける金額がまず上がってて、で円安の影響で、そのバイヤーさんの渡航費だったり宿泊代だったり、いろいろなものがね、こう金額が膨れ上がって、いろんな影響が絡み合って古着の値段がもう高騰が止まらないと。まあ古着だけじゃないんですけどね、もちろん海外から来るものの値段がもう軒並み上がってはいるんですけど、やはりね、僕のチャンネルを見てる方もね、古着好きの方多いとは思うんですけど、まあ僕らがね、こう一番ダメージ食らうところがやっぱ古着なので、今回はまさに僕が思う、高騰しすぎてもう買えない古着まとめということで結構ゆるい感じの動画にはなるんですけど、やっぱ昔から古着が好きなので、昔は数千だったじゃん、今どんだけなってんのよみたいなのがいっぱいあるんで、ちょっとね、この最近思う、高騰しても買えないなっていうのを、何個か、まとめのね、紹介をしていこうかなと思いますので、最後までお付き合いください。さあ、ということで、近年高騰して、買えなくなった古着ということで、早速紹介していくんですけど、まあ、これはね、もう皆さん分かってると思いますけど、こちらやっぱリバースウィーブ、もうみんな大好きリバースウィーブの高騰が止まりません。どうしましょうあのね、昔、そうだな、10年前ぐらいはもう3000とか4000とかで買えたんですよ。もう全然人気なかったの、リバースウィーブって。実はで、僕もそんなに数持ってないんですけど、リバースウィーブ自体をあんまり好きじゃないので、いまだにね、たまに来ますけど。でも昔の値段を知ってますから、我々30代とか40代の、まあそれにもっと上の人たちもね、こう昔古着、アメカジブーム、古着ブームが来た時の値段は本当3000とか4000で買えたんで、もう今もう安くても1万2000とかで、あと黒ボディとかミリタリーものはもう4万とか5万とか6万とかするでしょ。あのね、僕は貧乏症なので、基本的にはスウェットに1万円以上出したくないから1万円以下で、まあ、グッとくるプリント、サイズ感があれば買い足すかなって感じですかね、今リバースウィーブに関しては。1万以上ではもう買いません、僕はなんかそんな価値あったっけって思っちゃうんだよ、やっぱり。いや、めちゃくちゃかっこいいし素敵だなと思いますけどね。なので、このリバースウィーブはね、もうなんか人気出すぎちゃってて、値段も上がってるんで、今後買い足すかって言われたら、もうなかなか難しいんじゃないですか。スウェットに1万以上出したくない人、おじさんたちいっぱいいるでしょ、俺みたいにね。なのでね、これはもう本当に高騰、古着の高騰はなんかこれが象徴的かなと思います。リバースウィーブが一番なんか上がり幅がえぐいなとは思いますね。昔3、4000だよ、信じらんないよねということで、一つ目はやっぱり、まあ皆さん思ってると思うんですけど、やっぱりリバースウィーブが一番上がってるんじゃないですか。もうなかなか買えませんね。
はい、続きまして次は、これも結構最近値段上がったなって感じなんですけど、FFA ジャケットですね。まあ、古着好きな方は、まあ一度は見たことあるかなと思うんですけど、まあまあ古着屋さんに行けば結構玉数はあったりしてたんですよ。僕だから5、6年前に買ったのかな俺は。その時はね、ほんと 4、5000とかボロいやつはもっと安かったり、ほんと 2、3000とかであったんですけど、今相場が2万前後とかになってるでしょ。ちょっと考えられないよね。うん、昔めちゃくちゃ玉数あって、もう誰でも気軽にだ、ほんと5000円前後で買えたんじゃないのかな。でまあそのぐらいの値段だけど、まあ見た目がねめちゃくちゃかっこいいんで、そんなに人気もなかったし、でもなんかかっこいいし、僕はこうまあ未だに手元には持ってるんですけど、この辺も今新しく買い足そうって思わない値段まで上がっちゃいましたね。はい、FFA ジャケット。まあ FFA ジャケットっていうのは、フューチャーファーマーズオフアメリカっていうのが、まあ、FFA っていうのを略で、でまあ農業学校の制服みたいな感じで思ってれば間違いないと思います。まあなんか需要があればこういうのもね、ちょっと深掘りしようかなと思いますんでね。何か気になることがあったらコメントまでよろしくお願いいたします。はい、ということで2つ目は FFA ジャケットですね。これかっこいいのよ。昔はめちゃくちゃ玉数あって安かったんでね、簡単に手軽に買えたんですけど、今はちょっと手軽には買えないって感じっすね。はい、2つ目は FFA ジャケットでした。さあ続きまして、あとは、これですね。ほんと、去年ぐらいからかな。2022年、一番衝撃だったのが、まあ、80年代、90年代、まあ、2000年代入ってるぐらいでもいいんですけど、ブラックデニムの高騰、まあ、特にリーバイス。リーバイスのブラックデニムなんて誰も履いてなかったでしょっていう、昔。それこそ、10年前とかは多分4000ぐらいで、まあ、ピンピンのやつで8000ぐらいだったじゃないですかね。だからもう1万円以下で買えたんですけど、今の相場はもう本当に2万前後ですね。2万2000とかいっちゃうんじゃないですかね。うん、これかなりびっくりしましたね。まあ、僕が持ってるのは90年代の、リーバイスの501なんですけど、もうほんとこの辺めちゃくちゃ高くなったなって感じっすね。去年ぐらいから2022年一番衝撃だったかもしれない。これってそんな値段だっけ。全然人気なかったじゃんみたいな。本当にもうね、誰まあほんと履いてる人も少なかったし、俺はもう昔からずっと好きで、ブラックデニムはもうピタピタでブラックデニム履くのが一つのスタイルとしてあるんですけど、これってそんな高かったっけってめちゃくちゃ衝撃的で、さすがにねこの辺をね2万円で買い足すとかはもう絶対にしませんね、私は。もうこの辺行くなら僕はもう現行のリーバイスのあのブラックデニムジャストサイズで買います。もう90年代とか2000年代のやつはもう買い足しません。で僕持ってるのはアメリカ製なんですけど、今日アメリカ製とかちょっと関係なくブラックデニムは高くなってますね。ちょっと古いやつ。うん、まあなのでもう一生買わないかな、その値段では。なんか価格が落ち着いて、まあ、1万円以下でまた買えるようになったら買い出そうかなとは思いますけど、いやちょっと今は手出せないかな。だいたい90年代ぐらいのブラックデニムはちょっと値段上がりすぎ、うん、怖い、もう怖いです、本当に。はい、ということで、3つ目かな。3つ目は、リーバイスのブラックデニムでございました。
で続いてはどうしようかな、続いてはそうですね、こちら、はい、こちらは、まあ、これはスウェットなんですけど、ハーレーの古着がめちゃめちゃ高くなりました。本当に、まあ僕らもこう昔からハーレー、まあ僕ハーレー乗ってるっていうのもあるんで、結構昔からあのこういうハーレーのねロゴプリントのスウェットだったり、まああとはこういうパーカー、フーディー2の今ははい、パーカーね、ハーレーのパーカーとかね、この辺もかっこいいよね、はい、この辺とか、あとは、T シャツね、これハーレーの、まあ、大体80年代とか、90年代のものが僕が持ってるものは多いんですけど、この辺もめちゃめちゃ値段上がりましたね。ちょっとびっくりしちゃったなっていうのがあって、まあそれこそ昔はまあ1万円はいかなかったよね。高くて8000とか、まあ安いところだと4800円とかで T シャツは売ってて、まあスウェットなんかもそのぐらいの値段だったと思うんですけど、まあ僕ちょいちょい東京の方とか、あとは大阪、名古屋の古着屋さんをこう巡ることあるんですけど、もうハーレーの T シャツは、まあ、90年代80年代は高いのはもちろんだけど、2000年代入ったやつとかももう1ニッパとか1万2800円とか普通についてますね。もうロンティーとかもう2万いってんじゃんみたいな、あのしかも2000年代ぐらいのやつがね、そんなに古くないやつが、え、そんな高いっけハーレーティーみたいな、もう買えなくなりましたね。あ、結構ね、いろいろハーレーのやつは集めてたんで、もうなんか今から買い足そうって思えない金額になっちゃいましたね。ちょっとね、こう、まあ、僕はもう基本的には T シャツはどんなにかっこよくても1万2800円までって決めてるんで、貧乏症なので基本的には、はいもうなのでこう年々買えない買えないでこう悩むのがめちゃくちゃ多くなりましたね。買えないものが多くなりました、シンプルに。はい、まあこれ以上ね値上がりしてほしくはないんですけど、まあこの世界情勢、あの円安、あとはアメリカの物価高、いろいろこう相まって今古着がね、まあ、古着というかもう輸入物が全部値段高くはなっているんでしょうけど、こう死活問題だなと、はい、そんな感じで、こう僕もねいろいろ見て、まあよくそのすごく量を見るので、いろんなところに古着さんを巡ったりしていろんなものを見て、あ、今買わなくていいなで諦めてたこととかいっぱいあるじゃないですか。みんなあるでしょそういうことね。そんな言ってらんない、もう今買わないと高くなっちゃう。まあ、あとね数もかなりあの少なくなってきてますし、こういう人気なやつはね。なのでやっぱり古着はそう出会ったその時、欲しいと思ったその時に買うべきだなとしみじみ思いました今回こんな感じでまとめてみました。はい、どうでしたか。まあ、なんかねこういう、まあ、あと僕が持ってるものであのこれ深掘りしてくださいとか、あ、これはどんな着方しますとか、スタイリングしますかとかあれば、コメント欄の方に、お気軽にねコメントしていただければなと思います。はい、今回は、最近古着高騰したものをまとめという感じで動画、撮影していきました。今回こんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。